タイロン・ルイス・ゲレーロは、コロンビアのカサナレ県、ボカチカ出身のプロ野球選手。右投右打ち。MLB のシカゴホワイトソックス傘下所属。2009年12月にサンディエゴパドレスと契約して、プロ入り。2010年に、傘下のルーキー級、ドミニカンサマーリーグパドレスで、プロデビュー。16試合に登板して3勝2敗1セーブ、防御率 3.42、50奪三振を記録した。2011年は、ルーキー級アリゾナリーグパドレスでプレーし、16試合に登板して0勝4敗、防御率 9.62、24奪三振を記録した。2012年はまずルーキー級アリゾナリーグパドレスで5試合に登板後、8月に A- 級、ユージーンエメラルズへ昇格。A- 級ユージーンでは4試合に先発登板して0勝1敗、防御率 3.38、11奪三振を記録した。2013年はまず A 級フォートウェインティンキャップスでプレーし、4試合に登板して0勝1敗、防御率 7.36 だった。6月からルーキー級アリゾナリーグパドレスでプレーし、3試合に登板後、7月に A- 級ユージーンへ昇格。A- 級ユージーンでは15試合に登板して1勝4敗、防御率 4.50、35奪三振を記録した。2014年は A 級フォートウェインで開幕を迎え、25試合に登板。6勝1敗1セーブ、防御率 1.00、42奪三振と好投し、6月に A 級レイクエルシノアストームへ昇格。7月にはオールスターフューチャーズゲームの世界選抜に選出されている。A 級レイクエルシノアでは14試合に登板して、0勝0敗3セーブ、防御率 2.63、14奪三振を記録した。オフの11月20日に、パドレスとメジャー契約を結び、40人枠入りした。2016年5月15日に、メジャー初昇格を果たし、17日のサンフランシスコジャイアンツ戦でメジャーデビュー。結局、この年メジャーで登板したのは、この試合だけで 2.0 イニングを3安打1四球、1失点という内容だった。なお、マイナーリーグでは、AA 級サンアントニオミッションズとトリプル A 級、エルパソチワワズで、計32試合に登板していた。2016年7月29日に、ジャレット・コザーと、カーター・キャップス、ルイス・カスティーヨ、ジョシュ・ネーラーとのトレードで、アンドリュー・キャッシュナー、コリン・レイと共に、マイアミ・マーリンズへ移籍した。マーリンズでは、傘下の AA 級ジャクソンビル・サンズで12試合にリリーフ登板したが、メジャーの舞台には立たなかった。マイナーのパドレス時代との合算成績は、44試合で1勝4敗、4セーブ、防御率 4.35 という内容だった。2017年6月29日にオールスター、フューチャーズゲームの世界選抜に選出された。2018年8月13日のアトランタブレーブス戦で球速 104.0 マイルパーアワーを記録した。この年は60試合に登板し、9ホールドを記録したものの、防御率 5.43 と安定感はなかった。2019年12月2日に DFA となった。2019年12月6日にウェーバー公示を経て、シカゴホワイトソックスへ移籍した。2020年1月2日に、ルイス・ロバートの40人枠入りに伴って、DFA となり、10日にマイナー契約で傘下のトリプル A 級、シャーロットナイツへ配属された。最速 104.0 マイルパーアワーの速球を投げる。ありがとうございます。